体脂肪率の落としすぎは高校生のうちは良くないと聞くのですが、どうなんでしょう。高校生のうちというか、女の子はそこまで落としちゃいけないと聞いたんですが、どう思われますか。バキバキじゃなくても 20% くらいまで落としたいのですが。どうも、小平ラクトです。綺麗な体型になるためには痩せる必要がある。これは事実です。ただ物事には限度があって、さすがに痩せすぎると様々なデメリットがあります。特に女性。今回この話をしたのはこんなコメントをいただいたからで、体脂肪率の落としすぎは高校生のうちは良くないと聞くのですが、どうなんでしょう。高校生のうちというか、女の子はそこまで落としちゃいけないと聞いたんですが、どう思われますか。バキバキじゃなくても 20% くらいまで落としたいのですが、結論から言うと質問者さんの言う通り、女性、特に若い人ほど体脂肪率を落としすぎるのはお勧めしません。女性が体脂肪率を落としすぎると無月経になります。無月経っていうのは妊娠をしていないにもかかわらず3ヶ月以上月経が来ない状態を指し、女性は体脂肪率 15% 以下で半分が 10% 以下で全ての人が無月経になります。で、無月経になるとカルシウムを骨に吸収させて骨量を維持する働きがあるエストロゲンというホルモンが正常に分泌されなくなって骨が脆くなります。いわゆる骨粗鬆症ですね。若い時はそこまで実感ないと思うんですよ。普通の生活を送っていれば悪影響もないでしょう。ですが女性の骨量は50歳前後の閉経による女性ホルモンエストロゲンの枯渇により著しく減少することが分かっています。具体的には20から44歳の骨量 100% とすると45から49歳は 98%、 50から54歳で90から92%で、55から59歳で82から3%と急激に落ちていきます。そして若い時に無月経になるとこの20から44歳のピークの骨量が低くなるので骨粗鬆症になるリスクが一気に上がるんですよ。で、骨粗鬆症になってしまうとちょっとした弾みで骨折するようになります。指とか前腕とか日常生活に支障が出づらい部位であれば問題ないかもしれませんが、大腿骨、太ももの骨を折ってしまったらまあ悲惨です。最悪の場合そのまま車椅子生活、寝たきりコース一直線で健康寿命が一気に短くなります。つまり10代で極端なダイエットをすると数十年後にその大きなツケを支払わされるわけです。今回の質問者さんのように体脂肪率 20% くらいならまあ問題ないと思うんですよ。ただやっぱり極端なダイエットはしてほしくないところ、なので極端な食事制限を始めるんじゃなくてまずはタンパク質を取る、そしてジムに通うかダンベルを購入して筋トレを始める。そうすれば極端にカロリーを抑えなくても綺麗な体型になれるので、まずはそこから始めることを強くお勧めします。それでは最後に今回の内容をまとめます。女性は体脂肪率を落としすぎると無月経になります。で、無月経になると骨が脆くなってその後の人生、特に40代以降の人生に大きく悪影響があります。なので若い頃なるべく極端な食事制限をしないでタンパク質をしっかりとって筋トレすることから始めましょう。これはあくまで僕の経験ですが、若い人ほど極端な食事制限を始めて短期間で痩せようとする人が多いです。気持ちは分からなくないんですけどね。ただその後の人生のことを考えるとやっぱりそれらの方法はお勧めできません。短期間で痩せたいって気持ちをグッとこらえて、なるべく無理のないヘルシーな方法から始めるようにしましょう。